流泉寺は、大阪府富田林市にある高野山真言宗の寺院。千数百年の歴史のある名刹である。伝説ではかつて、竹山の中原、この寺の境内にある池には、悪竜が住んでいたと伝えられている。寺伝によれば、水戸天皇2年に、蘇我馬子が直命を受けて建立したとされる。しばらくの後、悪竜の報復により、 境内の池と麓の身をがかれてしまったと伝えられる。公認十四年に空海がこの地を訪れたと伝えられ、祈祷によって雨水を得て、境内の池には水がたたえられ、この時池の中に三つの小島ができたとされる。空海はこの島に小さな社を建て、聖天、弁祭天、室天を祭り、五図天皇を陳述としたという。天朝五年、純な天皇により寺は再建され、 直眼寺として、流泉寺要因の事業を賜った。東西領塔が建てられ、大小二十五の達中が立ち並ぶ大寺院となったという。南北朝時代になると、楠木正成が竹山の山頂に流泉寺城を築いた。南北朝の騒乱ではこの寺も巻き込まれ、二王門を除き、多くの宝物と共に消失している。その後再建され、江戸時代には、 地元白木藩主の寄進を受けたびたびの修理を経るも、かつての規模を取り戻せないでいる。境内に至る山道は狭いものの、脇には桜、筒子、もみじなどが数多く植えられ、季節ごとに、行楽客の目を楽しませる。山道奥に、鎌倉時代中期に建てられた朱塗りの仁王門があり、重要文化財に指定されている。金剛力士像は賢治元年の作である。 京大北西には、流泉寺庭園として、文化財保護法による名称に指定されている、浄土式庭園がある。南北朝時代以前の影響を伝える造りとなっている。庭園中央には前日の池があり、池の中に三つの小島がある。池の奥の祠の中に、雨井戸と呼ばれる井戸がある。空海がここで雨漕いをし、八大竜王を勘定して祀ったという。 隣接する皆、古神社は、かつての陳述者である。ありがとうございます。